こんにちは、ライムです。ということで今回は全人類待望のエバクラ1周年イベント情報解禁、新情報、キャンペーン、ガチャ、全部まとめ解説。いやー、これはさすがに全人類待望でしょ。これはすごいでしょ。今日来ると思わなかったわ、こんな発表。来週かなぐらいに思ってたんだけど、まさかのね、今日発表されたということなんです。で、結構情報量多いので、まあ長くなると思うんですけど、ぜひね、見ていってほしいなと思います。はい。あと、今回のね、このお知らせをメインに書いてくっていうか、お話ししてくんだけど、それ以外にもね、出てる情報がありますので、その辺も含めてですね、お話ししていきたいなと思います。あと一応、ちょっと関係ないけど、私、まだ咳が出るんで、今ね、飴舐めながらやってるんだ。ちょっと聞きづらかったらごめんなんだけど、そう、これがないと咳が出るんだよね。龍角散効くわ。はい。ということで、多くのプレイヤーの皆様に支えていただき、ファイナルファンタジー7エヴァークライシスは、9月7日土曜日をもってファーストアニバーサリーを迎えます。噛んだ。ぜひプレイヤーの皆様にファーストアニバーサリー当日を楽しんでいただくため、先駆けてトピックスの一部を紹介いたします。やっぱ飴入れてるとすげえあれだな。すげえ噛むな。まあしょうがない。はい。で、今回、これでかいよね。これでかい。好きなウェアを1着プレゼントということで、リリースから2024年4月までの好きなウェアが1着交換できる。ただし、米印、コラボとか、リミットブレイクなどの期間限定の限定ウェアだね。そういったものは無理です。モンハンコラボとか、あとね、ハーフアニバーサリーのああいったものとか、それからセブンリバースとか、FF9 コラボだね。あの辺のウェアとかは取れませんので、それ以外の4月までのウェアなら選べるよということになってます。で、これ、ランダムで1着ではなく、こちらですね、当日9月7日、ログインすればもらえるのかな？プレゼント予定の特別なチケットを使用することで交換できるということになってます。はい。ちなみにですね、この交換所のラインナップの対象のウェア、全部持ってるっていう方は、一応該当チケットを使用して、ウェアの代わりにミスリル合金10個と交換することもできるということで、一応選択肢としては、ミスリル合金を手に入れるっていう選択肢もあります。まあ、これはもうほとんど、廃課金クラスの方じゃないとこっちの選択肢にはならないかなとは思うんですけどね。なんで、皆さん期待されているかもしれませんが、やります、私。この4月までの全てのウェアの優先度解説、どのウェアを交換すべきかっていう話、一応その動画については何もウェアを持ってないっていう前提でいきますので、皆さんの手持ちのウェアと比較してですね、まあ、持っているものがあれば、またちょっと優先度も若干変わってくるかなというところにはなってくるんですけど、とりあえず、まあ、そんな感じでですね、このウェアのおすすめ優先度動画も別途またアップしたいと思ってます。近日公開にはできるかな、とりあえず。当日が来るまでにアップできると思うんで、頑張ります。はい、それからですね、星5武器26本もらえるログインボーナスが開催されますということで、これよく言ってる意味が分かんないよっていう人がいるかもしれませんが、現状登場しているプレイアブルキャラクター13体に対して各キャラ2本ずつをログインボーナスで計26本プレゼントするっていうキャンペーンだね。これえぐいよね。なので、まあ、新規勢の方はもちろん、過去に攻略で行き詰まったプレイヤーの皆様もさらにエバクラを楽しんでいただければ幸いですということですね。はい。で、何がもらえるかっていうのは今んとこ不明だね。ただこのバナーに載ってるような武器がもらえるんだと思われる。不明です。まあこれ見るとですね、まあ、例えばグリーンメガホンとか、ヘビーハウザーとか、アークティックスターとか、神羅軍儀礼剣とかかなが入ってる感じがありますので、まあそのキャラの中でも割と使用頻度が高めの武器っぽいね。あと、切りバネも入ってんのか。これグリーンメガホンの間のやつ、切りバネか。うん、だから多分使用頻度が高めのやつになってんのかな。あるいは初期武器だよね。最初の、そのキャラの最初に実装されたガチャ武器を入れてるのかって感じなんだけど、まあ、2本ずつもらえるということなので、まあ、こちらもですね、まあ、新規ユーザーもそうですし、既存のユーザー、まあ、全員が嬉しい内容になっているのかなというところで、こちらログイン忘れずに必ずゲットしましょう。はい。で、これ困っちゃうよね。でも26本くれるとは言っても、この26本の星5武器をさ、一気にレベル80とかするとなったら、強化素材とかギルとかさ、全然足らないよねっていうところを運営さんは考えてくれて、なんとパネルミッションの報酬とかログインボーナスでこれくれるんだって。26本の星5武器、強化素材とギルを。これすごいね。これすごいわ。普通にすごいと思う。だからログインしてミッションこなすだけで、この星5武器がもう気づけばログインが終わった頃にはもうすべてレベル80の使える状態になってるっていうことですね。これはありがたいね。これはぜひ皆さんの周りでエバクラ始めようと思ってるって人は激背中を押してください。逆に始めてない周りの友達がいたらね、ぜひ始めるように促してください。今やべえキャンペーン始まったぜって言ってください。で、ライムが言ってたって言ってください。はい。で、あとその他トピックスも結構これすごくてさらっと書かれてるんだけど、まあこれはね、まあすでに出てるよね。合計300連ガチャ。無料のね、無料300連ガチャができるよっていうのと、あとこれ、日替わりで特定キャラの星5武器が確定する無料ガチャ。だって。日替わりなんで、だからさっきも言ったように13体のキャラが登場するので、13日分続くのかな、多分。で、それも、星5武器が、まあ、ランダムですけど確定するんで、で、さっきの、ログインでもらえるやつとこれ別だからね。もちろん。なんで、各キャラ、星5武器が最低でも3つ確定でもらえるってことなんだよ。えぐい。えぐい。その上で、この無料ガチャもあったりするからね。激ヤバです。で、まだまだこれだけではなく、過去最大倍率のキャラ強化キャンペーンも合わせて開催予定だって。これ何なのかっていうと、例えば、キャラ経験値とかね、今まで例えば 400% とか 500% とかあったと思うんですよ。それが多分ね、777% になるとか、あってもいいよね、777% アップね。で、あとドロップ率とかでね、ドロップ率今まで多分 50% が上限だったと思うんで、これが 77% の、まあすげえただの端数になっちゃうけど、端数だけど、まあ 77% ドロップでも面白そうだよね。全然いいと思う、ドロップ率 77% でも。ここ多分この辺じゃないかなって思ってんだけどね。わかりません。まあそうだね、過去最大倍率ってあえてこう強調して言うぐらいだから、まあこれぐらいあってしかるべきなんじゃないかなっていうところだね。はい。で、その他、1周年のアップデート情報公開ということで見ていきましょう。まずこちら、新武器種アルティメット武器が公開ということです。これ見た目はね、ただ既存の武器の色違いというか、まあなんか魔法に溢れた色してるっていう感じかな。なんかライフストリームにつけた武器みたいな感じになってるよね。これもう既存だよね、バスターソードとか、それからこれレザーグローブかな、ティファのね。で、真ん中の刀が、これわかんねえけど。セフィロスなのはわかるけど、どの刀なのかわかんねえけど、まあ、こういった武器がなんかアルティメット武器として登場するっていうことだね。ただ、詳しい性能については今んとこわかりません。これについては。ただ、今、現時点で分かってるっていうのが、アルティメット武器は通常の武器枠とは異なる専用武器枠に装備する武器となります。アルティメット武器を装備することによって、各アルティメット武器固有となる新たなアビリティ、アルティメットコマンドアビリティ、UC アビを使用できるようになり、戦略の幅が広がります。アルティメット武器は一部のガチャから獲得できるほか、専用の交換所で獲得できるだけでなく、後日する新イベントのクリア、交換報酬としてもご用意しております。米印。アルティメット武器は通常の武器枠に装備することはできず、通常のコマンドアビリティも保持しておりませんということだね。ってことなんですけど、これ要するに、今、その武器、メイン武器とあとアビリティ武器っていうのを装備してるよね。あとサブ武器3つ装備してるけど、これとは別に、ステータス画面でアルティメット武器を装備できる枠が追加されるってことだね。だから第6の武器枠が追加されて、そこにアルティメット武器を持ってれば装備できるってこと。で、なおかつ、このアルティメット武器に関しては固有のアビリティが存在する。ですね。このアルティメットコマンドアビリティ。だけど、多分この書き方的に、多分この UC アビに関しては回数制限とかの、まあ、何らかの条件ありそうな気はすんだよね。とか、あとなんだろうな、リミットゲージ、LB ゲージが溜まってる時じゃないと発動できないとか、なんかあると思うんだよね、多分ね。ただそのまんま無制限に使いまくれるわけじゃないと、わかんないけどね。全然、これただの僕の妄想なんでわかんないけど、そんな気はしてるんだよね。ただね、このアルティメット武器が実装されることによって、実質3種類の武器アビリティが使えるっていうことになるので、今まで既存が2つでしたが、この別枠でこれが使えるようになるってことはね、だから3種類のアビリティを持ち込める。マテリアまで含めればもっと多いけど、ってことで、まあ、確実に戦略の幅が広がってくるし、例えばこの今まで全く同じ装備だけどアルティメット武器が実装されて、それを使っただけで今まで勝てなかった敵を倒せたりクエストをクリアできたりってことができる可能性が全然あるわけだよね。これって手持ちの都合で、例えば極端な話、手持ちの都合でなんか火力ギリギリだし、これ以上なんか火力を捨ててなんか耐久の方に触れないしみたいな人がいたとしたら、なんかこれがあるおかげで火力が出るようになったりとかね。あるいはこのアルティメットコマンドアビリティで、まあ仏壺ワフとかがなんかできるようになって、耐久も回復も同時にできるようになったみたいなことが起これば、今までクリアできなかったところでもね、勝てなかった人もなんかこれによって前に進めるようになるとか、そういったことが考えられるので、少なくとも環境が変わるよね。確実に環境が変わる。今までできなかったことができるようになったりとかね。同じ装備だったのでこれがあるだけですんげえ難易度変わったなとかっていうことが全然あると思うんで、僕の定義では環境が変わることイコールぶっ壊れなんですよね。なのでもうこの時点でアルティメット武器はもうぶっ壊れだね。完全に。完全に環境変わるんで。で、こちらのガチャもおそらくまあ、1周年限定のリミットブレイクガチャになるかなと思われるので、まあね、当日まで、9月7日の当日までできるだけ石は貯めておこうという感じですかね。はい。ただね、このアルティメット武器については、まあ、この後にも出てくるんだけど、これ武器についてはガチャだけじゃなくて、なんか常設の交換所があるっぽい、どうやら。そこでなんか、また何らかのね、専用のコインとか集めたら交換できるようになるらしいよ。まあガチャの武器とは別だと思うけど。うん。で、あとはイベント？アニバーサリーイベントとか、それからもう一つのこの後出てくる高難度イベントでも専用のアルティメット武器が、交換できるらしいので、ガチャ武器とは別のやつがね、交換できるらしいので、まあそういったところで集めていくっていう感じになるんでしょう。まあ、いずれにしてもやべえやつが出てきたなっていう。てかもう、1周年にしてアルティメットとかいっちゃうんだっていう、ちょっと展開早すぎだよね。こんなアルティメット武器なんで、もっとね、5年とか6年経ってようやく出すようなネーミングをもう早速出しちゃうっていうね。これ 1.5 周年とか2周年の時はどうすんだろうっていう。アルティメットの上なくねって思うんだけどね。もう究極だからね。はい。ということなんです。で、ちょっと一旦この得意バトルタワーの話飛ばしていい？このままちょっと装備の話したいから、ちょっとウェアの話行くんだけど、1周年ウェアもこのタイミングで同時に実装されます。まあもちろん武器とね、そのアルティメット武器が同時にされる、実装されるっていうのは全然あると思うんで、はい。で、こちらですね、内容見ていくと、バハムートスタイルっていう感じで、今回のファーストアニバーサリーのテーマがこのバハムートっていうことになってるらしいです。で、これ9月7日の土曜日、当日ですね、アニバーサリー当日にまずクラウドが実装されるということで、その翌週から3週間連続でその他キャラが装備可能なバハムートがテーマとなるウェアが登場いたしますということで、これがクラウドを含め合計4ウェア登場いたしますって書いてあるんで、要するに、まあ、翌週から3週だから、9月7日、9月12日の木曜日、多分木曜日だと思うんだよね、更新。9月7、12、19、26って感じで、新しいガチャとウェアが出てくるのかなっていうとこだね。まあ、だから、毎週、まあ、リミットブレイクガチャってことだよね。で、これどう見るかなんだけど、ハーフアニバーサリーの時は2体同時ガチャだったから、まあこのね、ガチャ単品で出てこられると、厳しいっていう声もあるかもしれないんだけど、見ようによっては、ばらけてるからこそ、とつりやすかったりするっていうこともあるんだよね。ハーフアニバーサリーとか限定ガチャって、そのスタンプシートがいつもより緩やかだから、途中になんか、その6マス目とか12マス目とかじゃなくて、途中の3マス目とかね、7マス目に、8マス目か、8マス目ぐらいに、なんか星5武器が設定されていたりとかするから、そういった意味では、いつもよりはとつりやすいと思う。武器をね、とつる目的であれば。なんで、まあこれはちょっと皆さんの価値観次第かなと思うんだけど、僕はまあ別にこれでも問題ないかなと思うんですけど、まあいずれにしても、もう4つのガチャが確定してるってことは確実なので、まあハーフアニバーサリーも4つだったからね、それは1周年も4つ以上は出てくるだろうと思ってたけど、なので、まあそこら辺計画的に考えていく必要はあるよね。クラウドだけじゃないから。で、この今回実装されるキャラって誰なんだろうって話なんだけど、まずもうクラウド出たからあと3人だよね。で、まあクラウドは主人公だからさ、そりゃ出すわなっていう感じなんだけど、あとどうするかって言ったら、まあ前回のハーフアニバーサリーで出なかったキャラだよね、普通に考えると。って考えると、まあ、セールス的なことも考えても、ここでバレット出さねえだろうなと思うし、って考えると、やっぱティファ、エアリス、ヴィンセントって言おうと思ったけど、セフィロスなのかな。まあ、ヴィンセントかセフィロスあたりになっちゃうのかな、結局ね。クラセフィはやっぱ入れときたいよね、セールス考えたら絶対。絶対売れるじゃん、クラセフィなんか。まあその辺になるのかな。僕が運営だったらその辺に落としどころ作るのかな。でもヴィンセントとかもうヴィンセントも人気だと思うけどね、ヴィンセント入っても別に違和感ないと思うんですが。まあそんな感じかな。それはあくまで僕の予想なんで全然外れたらごめんだけどね。はい。で、まあ、あと今回、このバハムトスタイルで新しいライズアビリティが実装されるということで、こちらの話もしていきます。まず1つ目、味方全体の攻撃力アップですね。これもハーフアニバーサリーとかで実装された味方全体のブッコアップとかマコアップの汎用バージョンだね。要するに味方全体の物理と魔法を同時にアップさせることができるよっていうやつ。ただ、普通のですね、アビリティ威力アップとか、それから物理アビリティ威力アップ、とかと同じような感じでですね、結局同じポイント数であってもこっちの汎用系の方が倍率が下がってしまうっていうことだね。例えば同じレベル3だったとしても味方全体の物攻アップが例えば 15% 上昇だったとしたらこっちが多分 16% とか、あ、ごめん、上がってんじゃねえか、16% じゃねえ、8% アップになったりとかね。多分そういう感じになるんじゃないかなって思ってます。で、多分ポイント数もレベル3になるぐらいかな。15ポイントでレベル3発動するみたいな。そんな感じかなって僕は睨んでるんだけど。はい。なんでレベル3で言うとさっき言ったように、攻撃力と魔力がプラス20ずつされて 8% 上がるって感じだね。多分そんな感じかなって思ってます。まあこれまた僕の想像なんで外したらごめんなんだけど。はい。で、これはね、強いか弱いかっていう話なんだけど、ウェアについてるのは、どう評価するかちょっと難しいところではあるんだけど、これメインアタッカーとして装備した場合には、正直あんまり強くないと思うんだよね。倍率が低いから。そんなに強くない。普通に属性ウェアとかも存在してるから、属性ウェア装備した方がよくねーってなっちゃうと思うんで、サブアタッカーだよね。光るしそうなのは。メインアタッカーではなくサブアタッカーで、まあ、自分とあとそのメインで戦ってくれるキャラのね、火力を底上げできるっていう意味で考えると、まあ、そっちの方が強いのかなとかっていう感じがありますね。はい。で、もう一つのアビリティに関しては、あ、ごめん、そうだ。これ、メリット一つあったわ。この味方全体の物理と魔法アップについては、召喚獣とかリミットブレーキの威力が上がる。両方加味されるから。計算式的に。ってことになるから、まあ特定の状況でなんか召喚獣のダメージとか出したいとかっていう場面においては結構有効かもしれない。具体的には例えばバトルタワーの100階のジェノバニュークリアスとかが召喚獣とかで一気にまとめて触手もろとも片付けると結構楽だったりとかね。するんで、ギリギリちょっと召喚獣使っても火力が微妙なんだよねみたいな時にこれがあるとちょっと楽になる可能性もある。使ってみないと何とも言えないけどって感じかな。であともう一つ、バハムートのエイガという複合スキルだね。複合ライザービーで、こちらの内容がぶっこうアップと、あとアタックシフトのコマンドゲージ最大値物アビー力アップなんで、要するにぶっこうアップと物理アビー力が一緒になったやつで、これは独立したライザービーになるんで、例えばすでにぶっこうアップレベル7が発動しても、これはまた別計算で発動するし、物アビー力アップもすでにレベル7が発動していたとしても、これまた別計算で発動してくれるっていうことだね。ただね、そんなに倍率高くないと思う。ここで例えば倍率を 20% アップとかって言ったらぶっ壊れたと思うんだよ。さすがに。さすがにそれはないので、まあ、よくてプラス 10%10% じゃないって思ってる。多分。ただ、一応ね、さっきも言った通り、味方全体の攻撃アップももちろん重なってくるんで、まあ実質、例えば物理で運用するのであれば、物理の攻撃力が 18% アップの状態になるのかな、これ装備するだけで。でなおかつ、物アビー力アップがそこにプラス 10% 加算されるって感じになると思う。おそらく。って考えると、まあでも結局そう考えると、やっぱ属性ウェアの方が強いな。普通に。属性ウェア使った方がよくねーってなる感じはするので、基本的にはまあ無属性で使うとか、あと汎用ウェアだよね。そんなになんか毎回ガチャ引けなくてウェアも揃えられないっていう人がこれ装備すると、まあ味方全体の火力も底上げしつつ、なおかつまあ物アビ力とかね、あと攻撃力上昇もついてるから、そういったので火力上げられるよみたいな感じになってくると思います。まあ無属性とかギルドバトル用になるのかなって思ってます。まあこれまたね、ギルドバトルにしても実際ちょっと使って比較してみないと何とも言えないところではあるんだけど、まあ、とはいえやっぱね、サブアタッカー運用とかで考えたときは、ね、クラウドとかも、使おうと思ったらサブアタッカーみたいな使い方になる場合もあったりするしね、今後もね。だったりするから、まあ、クラウド以外のキャラもおそらくこんな感じの性能だろうから、まあ、ガチ勢は結局引くべきなのかなっていうところだね。ランキングとか考えるとね、このウェア持ってメインアタッカーの火力上げたら、ちょっといい感じになるかもみたいなさ、そういうのがありそうなんだよね。なんで、まあ今回クラウドはそんなに正直向いてないと思うんだよな、その役割に。どちらかっていうとクラウドがメインアタッカーやること多いから。ってなると、それこそ他のキャラ、まあティファとかエアリスとかの方が、どちらかっていうとこの味方全体の攻撃アップ系向いてると思うんだよね。まあもちろんティファとかエアリスも、その優先したいウェアについてる、まあ、ライズアビとかもあったりすると思うんで、そこら辺はちょっと敵によって相談っていう感じになるとは思うけどね。はい。いずれにしても、今現状だとそこまでこのウェア自体はぶっ壊れでもないかなっていうところだね。はい。長くなってるね。はい。で、次、イベントの話なんですが、こちら。開発チームからの挑戦状、得意バトルタワー、吹き荒れる火塔、異形の蹂躙。すごい名前ですけどね。はい、しかもこれもうタイトルからさ、すごいよね。開発からの挑戦状だってよ。はい、でこちらファーストアニバーサリーでのバトル体験変化を踏まえ、新たなイベントとして得意バトルタワー吹き荒れる火塔を開催いたします。本イベントは新規のお客さんでも挑戦しやすい低難易度のクエストから、開発陣でも一部のメンバーのみがギリギリクリアできるかどうかの高難易度クエストまで幅広く用意しております。アルティメット武器と交換できる特別なアイテムや、合計1万個分のブルークリスタルなど豪華な報酬を各階層のクリア報酬として用意しております。本イベントで交換できるアルティメット武器はガチャで登場するアルティメット武器とは異なりますということだね。だからここでいっぱいアルティメット武器稼いでおこうぜイエーっていう、そういうことだね。まあ実装直後だからさ、ガチャで入手するしかないので、まあ、こういったイベントとかで配布するっていうのは、まあ、かなりいいんじゃないかなと思います。で、まあ、ポイントとしては、もちろん新規ユーザーも挑戦できるような難易度から始まってって、で、最終的にはマジで開発陣でも一部のメンバーのみがギリギリクリアできるかどうか。めちゃくちゃ言ってんな、これ。なんで、もうこの時に実装された、まあ、アルティメット武器とか、この後出てくる刻印とか、そういったものを全部駆使した状態でやらないと多分勝てないような難易度ってことだね。少なくとも確実にこの間出たバトルタワーの100回よりも、強いってことだね。難易度バカ高いってことですよ。これは。っていうことなので、これはね、まあ攻略動画頑張りたいな。もちろんね、攻略動画頑張りたいんだけど、この日ね、9月7日の日がね、FFRK の公式生放送に行くんですよ、私。で、その後ね、新宿なんですけど、多分新宿でその後オフ会で朝帰りになっちゃうと思うんだよね。で、そう、その公式生放送とかね、あとその他のさ、僕もガチャ、その日さ、粉のガチャもあるわけじゃん。ガチャ動画とかさ、使ってみたとかさ、もろもろ解説動画とかやってたら、多分攻略動画だいぶ遅れると思うんで、ね、勘弁してほしいなと思います。僕も遊びではないので、頑張ってやってますが、はい、申し訳ないですね。多分遅れると思うんでよろしくお願いします。はい、それからファーストアニバーサリー記念イベント、セトラ開拓物語破壊神誕生を公開ということです。はい。まあ、これはただのイベントなんで、そんな話すことないんだけどね。あ、一応ここなんか書いてあるな。また、お客様のご意見を踏まえ、EX 以外のクエストについて多くのお客様に楽しんでいただけるように難易度調整いたしました。EX クエストについてはこれまで通り、校内のクエストを楽しんでいただけるお客様向けの難易度としておりますということで。まあ、要するに難易度下げたってことだね。EX 以外は。新規勢の方でもちゃんと遊べるような難易度にしたよってことだね。あ、これあれかな、ハーフアニバーサリーの時にさ、新規勢じゃとてもなんか勝てなくて、なんかストーリーが見られなかったみたいな、多分そういう意見があったのかな、おそらく。多分それを踏まえてだと思うんで、まあ、既存ユーザーの方は多分すげえ物足りないと思うけど、そういった方は EX で憂さ晴らししてくれってことだね。だから新規勢の方とかも逆に言うとすごくやりやすくなってストーリーもちゃんと見れるぞ、やっほいっていう、多分そういう調整にしたんだと思うんで、まあ、新規勢の方はね、ぜひ誘ってほしいなと思います。はい。まだあるぞ。新機能刻印公開。こちら。刻印は新アイテム刻印石を使用することで武器に追加パラメータアップなど新しい効果をランダムに付加する機能です。お気に入りの武器をより強化することでさらなる武器の強さを追求することが可能となります。刻印石は3つのレアリティが存在し、低レアリティのものであっても最高数値のパラメータを付加する可能性はございますが、高レアリティのものほど良いパラメータが出現しやすくなっておりますということです。まあ情報これだけしかないんですけど、今分かることは少なくともこの消費アイテムを使用することによって好きな武器にランダムにパラメータアップとあと効果を追加できるってことだね。で、今現時点で判明しているもので言うと、まあ、少なくとも物防アップとか治癒力アップとか、それからコマンドアビリティの効果量アップっていうものも追加されるみたいで、あとそれとは別にですね、コマンドアビリティ倍率もちょっとだけ加算されるっぽい。今これ例としてバスターソードが出てるんですけど、バスターソードの倍率が 7% 上がってんのかな。なんで、まあ、これも多分ランダムだと思うんだけど、どれぐらい最大で倍率上がるかわかんないけど、まあ 10% くらいは上がるのかな。まあそんな、例えば極端に 100% とか上がるわけないと思うんで、さすがにね、まあ、上がっても 10% 上げるのかな。ただね、一応このコマンドアビリティの効果量アップとはまた別計算になってるっぽいんだよね。見た感じね。見た感じだよ。加算されてなかったらごめんだけど、多分加算方式だと思うね、これね。効果量アップと、あとそもそものこの武器倍率が上がってるやつは。まあ上昇量の上限マジで不明なんで、まあ武器コマンドアビリティプラス 10% が上限で、仏棒プラス6があるからさ、仏棒プラス10ぐらいいってくれんのかな。これ結構ランキングに影響すると思うんだよね。結構。この、まあ、こないだのギルドバトルもそうなんだけどさ、なんか HP 一つも上げなくても、仏棒さえちょっと上げとけば耐えられるみたいなさ、敵っているから、なんかこの刻印によって仏棒上げて HP 上げずに挑むみたいな、あとはもう全部火力に全振りして戦えるみたいな編成であれば、ランキングだいぶ変わってくるからね。ちょっと HP 上げるために火力犠牲にしちゃうと、またその分スコア差が出てきたりとかするから、やっぱ仏棒はね、武器とかマテリアでこれがついてんだったら、すげえいいよね。この仏棒プラス10の差で耐えられる、耐えられないっていう差が出てくるからさ、これ重要ですな。ランダムなんで、これ何回もやんないといけない。まあ、いわゆる厳選システムになっちゃうけど、マテリアと同じだね、要するにね。はい、であとは、この刻印石のレアリティが3種類あって、高い方がいい効果が出やすいってことでしょうね。単純に確率が設定されてるんでしょうね、それなりに。まあ、なんで、基本的には、このいっぱい手に入りそうな下の素材で試しつつ、レアの素材の手に入ったら、一番使ってる武器とかね、そういったメイン武器に装備してるようなものに付与していくっていう流れが基本になってくるのかな。ちなみに入手方法不明だからね、今のとこね。まあ多分僕の予想ではイベントの交換所とか、それから課金パックとかでゲットできんのかなって思ってる。あるいはね、一番下のやつだったら、なんか、強化クエストに追加されるとか、そんな感じになるのかな、もしかして。それだったらまだいいんだけどね、なんか周回してれば、下のやつが手に入って、それ使えば運ゲーだけどいい効果出るかもしんないぐらいがちょうどいいと思うんだけど、まあただ単純にこのイベント交換所とかね、課金パックだけだとちょっときついかなっていう感じだね。まあいずれにしても供給数そんなに多くなさそうなので、基本的には大事な武器、どうでもいいような武器は使っちゃダメだと思うんで、一番よく使ってるとかね、使うと効果が高いものとか、そういったものを中心に使っていくことになるのかなと思いますね。はい。で、あとその他、まだある回収と改善項目という話なんですけど、はい、まずこちら、リミットアビリティに自動発動のオプション追加ということで、これ、リミットブレイクとか、あと召喚獣だね。自動発動をオンにすると、オートモードで使用している際にリミットとサモンゲージが溜まると自動で発動してくれるっていう効果内容。これはまあ結構いいんじゃないかな。オートの悩みとして、そういったものがね、オートプレイしてると全然発動してくれない。それで負けてしまうとかっていうことがあるかもしれないので、召喚獣を使って勝てる勝負なら、まあこういったものをしっかり使っていきたいところだね。はい。それから1年経ってようやくかって思うんだけど、高位強化クエストに再戦ボタン追加。これさ、1回やるたびに戻るの超めんどかったよね。一番上に戻されるじゃん。これがあんのすげえ楽。最初からやってほしい。それからバトル AI の回収、オート、セミオート、マニュアルモードで戦闘している際の味方のバトル AI をそれぞれ回収いたします。使用するアビリティの種類やタイミング、コマンドシフトのタイミングなどの項目を改善いたしますということで。まあ、これ使ってみないとわかんないね。ただ今までも僕はオート動画アップしてきましたけど、ちょっと挙動が変わったりとかね、すると思うんで、まあ、ちょっと試してみないとわかんない。ただ少なくとも、まあ、あえてこれ回収とかって書いてあるってことは、今までよりも賢くなったっていう見方でいいと思うんだよね。なんか全然ピンチなのに全然回復してくんねえなとかさ、そういうの全然いっぱいあったじゃないですか。ここでマボアップしてほしいのに全然マボアップしないとかさ、全然あったと思うんですよ。それが楽になるってことは、まあオートでしか基本プレイしてないって方も結構多かったりするから、だいぶ楽になるんじゃないかなと思うんで、これはいいと思います。また後日ですね、オート動画、ちょっとやってみたいなと思ってます。はい。それからおすすめ編成の回収ということで、おすすめ編成の精度を向上いたします。キャラクターごとのメイン武器の選定やメイン武器に紐づくサブ武器とウェアの選定、またマテリアの選定などの基準を回収いたします。これいいね。ちゃんとライズアビリティとかでちゃんと寄せてくれるってことでしょ。まあこれまたやってみないとなんとも言えないけどね。まあどっちにしても僕はあんまおすすめ編成はおすすめしないけどね。そもそも、おすすめ編成をおすすめしないけどね。普通に基本的に高難度挑むときは、手動でやってくださいね。皆さんね。で、あとはデイリー・ウィークリーミッションの回収。報酬内容を回収いたします。ミッション内容の現状のゲーム内に合わせて改善、報酬内容を調整いたしますということで。まあ、これまたちょっとやってみないとわかんないけど、まあ、回収って書いてあるぐらいだから、少なくとも報酬内容は良くなるということでしょう。はい、それからデイリークエストの回収ということで、デイリークエストのスケジュールの見直し及び報酬内容の回収をいたします。武器パーツ収集以来、クエストの開催曜日を固定化。ギル集金以来、クエストのギル獲得量を現状のゲームバランスに合わせて増加いたしますということで、増えるってことだね、多分ね。よかったよかった。はい、それからシーズンパスの回収があります。探索内容とか報酬内容の回収を行います。探索内容回収、報酬内容変更。これ、この間もやった気するんだけどね。こちら9月2日のシーズンパスから適用されるということだね。あと、ログインボーナスの回収、内容一部変更する。ちょっと良くなるのかな。あ、ここで入ってくるのかもしんないよ。ログインボーナスとかで刻印石が。全然あるね。だと、ユフィのモデルの調整ということで、9月12日よりユフィのキャラクターモデル一部調整。まあ、なんかブサイクとか言われてたりしたりもするから、まあいいんじゃないでしょうかね。はい。今回はファーストアニバーサリー期間にて実施させていただく予定の項目について紹介いたしましたが、まだまだ修正が間に合わなかった不具合や改善、回収項目も多くある状況です。皆様がより快適に楽しんでいただけるプレイ環境の構築に向けて、今後も継続的に改善、改修に取り組んでまいりますということですね。あと、その他、1周年をより盛り上げるためのゲーム外トピックスということで、まあ、予告 PV はいいとして、ポストカードブック、これ前になんか動画アップしたよね。これ、おまけで特典で星5武器確定チケットとか、あと、特別な模様のチョコボ B プラスがもらえるギフトコードってのがあるんで、これ限定だね。てか、よくよく見たら特別な模様とか書いてあるんだけど、これはなかったね。これ今まで書いてなかったね。なんで、ぜひですね、皆さん、検討してみてほしいなと思います。はい、それから、これリリース1周年記念オンラインくじの販売決定ということで、9月7日にリリースされるオンラインくじ。これ、中身わかんないけどね、詳細に関しましては 続報をお待ちくださいということなんですけど、これもしかしたら、わかんないけど、まあ、確定じゃないけど、もしかしたら開封動画やるかもしんない。このイースターくじ。もしかしたら。実現しなかったらごめんなんだけど、ちょっとまた、あの人とやるかも。かもなんで。うん、かもなんで。そちらについてはまた、続報をお待ちくださいって感じなんだけど、もしかしたらやるかもねっていう話が今出てるんで、ちょっと、うん、そんな感じです。はい。開封動画とか今までやったことなかったから、僕の配信者人生考えても、ちょっと面白そうだなとは思ってるんだけど、できたらいいなとは思ってます。はい。といったところで、今回の動画はここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったぜって方はぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録等もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。